本日はですね、10月5日6日の D2C サミット東京開催に、ボードメンバーインタビューということで、メガネ社長こと清川社長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、自己ご存知の方多いと思うんですけれども、はい、所属だったりお名前含めて、はい、最近ハマってること、気になるトピックあればぜひまず教えてください。はい、オーマイグラス、カタカナでオーマイグラスっていう会社の代表してます、メガネ社長こと清川です。よろしくお願いします。オーマイグラスはメガネサングラスの通信販売の会社からスタートしまして、で2015年ぐらいからですね、まあ、D2C と言われる、まあ、自社のブランドを、まあ、育成してきまして、で今それ以外にですね、店舗ですね、ですので今もともとのメガネサングラスの通販と、まあ、自社のブランドのビジネスと、あとは店舗が全国、メガネの店舗が全国に10店舗あるんで、まあ、それを運営をしてますですね。最近まあハマってることというか、まあ、趣味はあれですね、まあ、格闘技というか今極真空手を週3ぐらいやってますね。なるほど。実は別のボードメンバーの方にお話をお伺いした、徳田社長だったかな、徳田社長もキックボクシングやられてるっていう話。ああ、そうなんですね。はい。初心者周りの方、はい、格闘技やってる方多いんじゃないかな。はい。はい。じゃあ、ちょっといろいろ今日もお話を伺っていけたらなと思うんですが、はい、そもそもなぜメガネだったのかっていうのがちょっと素朴に気になりまして。ああ、はい、そうですよね。はい、もともとメガネがすごい好きだったっていうのはもちろん前提としてあったんですけど、まあ、私起業したのが2011年なんですね。で2011年って地震があったりとかはそういう年だったんですけど、ちょうどその2009年から2011年にシリコンバレーのスタンフォード大学のビジネススクールに入学した時に、まあ、そもそもその起業しようってその、まあ、きっかけがその留学の時だったんですね。で、まあ、地震もあったりで、まあ、起業する時に、まあ、自分がこう好きだった商材のメガネっていうのと、あとはその、まあ、D2C であったりとか、そういうその何ですかね、特殊な商材のオンラインネット通販っていうのも、まあ、今後増えてくるんじゃないかなと思って、まあ、それでちょっとまあメガネやってみようと思った経緯がありますね。ありがとうございます。じゃあタイミングともともと好きだった商材とっていうところですよね。自身でそれこそメガネ、はい、D2C ブランド手掛けていくことの面白さとか、まあ、本当に打倒レイバーみたいなこともメガネ社長の言葉にありましたが、ぜひそのあたりももうちょっとお伺いできたらなと思います。そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、僕たちってもともと仕入れからスタートしてますし、で、まあ、あとそういう卸のビジネスとかもやってるんですけど、まあ、やっぱりそのお客様と直接、まあ、つながってまあ、自分たちでブランドゼロから作り上げていくっていうのは、まあ、取れるこうデータとかこう例えば戦略の変数っていうのも非常に多くて、まあ、なんかやれる打ち手も多くてこう面白いしエキサイティングなとこありますよね。ありがとうございます。もともとはね、もちろんオンライン販売から始められて、今は店舗展開も、そうですね、はい、されてる中で、さらにこうダイナミックになったなとか、面白くなったなって感じられる部分、もしあれば、もうちょっと詳しく教えていただけると。そうですね。まあ、単純にそのデータ取りながら、今までだったそれに合うような商品を探してくるっていう、まあ、仕入れの中でこう、まあ、いわゆる人のブランドで、こう欲しいものを探してくるっていう作業だったんですけど、まあ、今は割となんだろうな、まあ、自分たちでこう作っていくっていうのが前提になってくるんで、まあ、そこら辺でこ うまく直接なんだろうな、お客様のニーズに応えることができるっていうのがもちろんそのエキサイティングっていうのはありますし、まあ、あとはまあ自分たちでブランド持ってるからこそ、まあ、海外であったりとか、まあ、そういう海を越えて販売していけるっていうのは魅力的ですよね。やっぱりまあ僕たちの場合だと世界で10カ国ぐらい販売してて、で、まあ、まあ今はねそんなにちょっとコロナとかあとまあアジア圏が多かったんで、まあその政治的な香港とかそういうのでちょっと停滞してるとこあるんですけど、まあそれ以前っていうのはそこそこの規模のボリュームを海外で売ってたんで、まあ、そうやってこう直接日本から日本のものを日本でものを作ってまあ海外に売っていける、まあ、いろんな人種の人にこうかけてもらえるっていうのはまあ非常にこうやりがいがあるものだと思ってますね。
ありがとうございます。まあ、まさにその D2C というビジネスモデルだったりとか、まあ、EC というところを取っていくと、日本のいいものがどんどん海外に出ていくチャンスもあるだろうなと思っていて、そうなんですよね。はい、なんかそのあたりでこれからやってみたいことだったり、あと例えば他に注目している業種だったり、ブランドがあれば、その辺も教えていただけると嬉しいです。そうですね。まあでもやっぱりアジア圏でもっと認知上げていくであったりとか、まあもうちょっとその、まあ今はね、オンラインと店舗のビジネスっていう、そこを融合させて国内で事業展開してるんですけど、まあそれと似たようなビジネスモデルで、まあ海外でもお店とオンラインで展開していくとか、まあそういうふうにこう、まあそんなにその何ですかね、国数とか、海外展開の国数とかは全然意識してないんですけど、まあ、そういう、こうアジア圏とかでもっと浸透させていきたいっていうのありますよね。で、もう一つ質問あれ、今何でしたっけ？こうなんかこれから海外展開、面白くなるんじゃないかなって思ってるブランド、業種だったそうり。か、別の商材とかですね。どうなんですかね。なんか結局、こう商材っていうところではあんまり見てはないですよね。ただ、なんか僕思ったんですけど、そのいろんな D2C の商材を見てて、まあ、国内でこうある程度こうなんだ売上規模を作っていく、まあ、短期的に売上規模を作っていくっていうんだったら、ある程度こう OEM であったりとかで、まあ、OEM で超、まあ、なんだろうな、有名な工場で作ってもらって、その、まあ、マーケティング、デジタルマーケティングをガリガリやっていくっていう売上の作り方が多いと思うんですよね。で、まあ、やっぱりその違うブランド、違う会社でも、そのもの自体あんまり変わらなかったりとか、なんですけど、海外こう進出していくと、やっぱそれじゃ通用しないんで、で、やっぱりその生産背景だったりとか、まあ、僕たちの場合、やっぱ海外でこう売れてるのって、まあ、売れ始めてるのって生産背景がやっぱ日本にあるからなんですよね。結局、その要するに日本のメガネが、まあ、そもそもその生産として鯖江のメガネが、まあ、海外の人でも結構認知されてるっていうのがやっぱ大きいんですよ。そう、だから、まあ、その商材のカテゴリーっていうよりも生産背景がやっぱ日本にあるものじゃないと結構厳しいんじゃないかなと思いますけどね。面白いですね。どうしても皆さんこう商材だったりとかで考えがちな中で、その視点も含めて見ていかなきゃいけないというところは面白いなと思いつつ、まさにこの、なんて言うんでしょう、清川社長、本当にいろんなところに視点を持たれているので、一言で自分は何のエキスパートだっていうと、こういろんなパターンがあるんじゃないかなと思うんですけれども、ご自身で思う僕はこのエキスパートですっていうのがあれば、一言。どうなんですかね。でも、その D2C っていうアングルだと、やっぱりこうリテールとの融合というか、店舗ビジネスとの融合っていうとこだと、やっぱすごい、ここまで、まあ、難しかったなっていうか、難易度がすごい高いものだったなと思ってるんですね。その、ただ単にその、なんだろうな、まあ、ブランドを展開して、それをその、なんだろうな、たまにポップアップショップしてとか、あとフラッグシップショップを1店舗持つとかじゃなくって、僕たちが目指してるのって、その、まあ、リアルとネットをもう、顧客の体験、お客様の購買体験からこう完全に融合させていきたいと思ってる中で、まあ、それをやるのがやっぱすごい難易度が高くて、まあ、やっと形になってきたっていうのはあるんですけど、まあ、そこに関して、やっぱリアルの使い方とか、まあ、まあ、OMO であったりとか、まあ、その辺は結構やっぱり知見は、まあ、いろんな人の相談にの受けたりするんですけど、相談乗ったりするんですけど、まあ、そこはなんか結構、まあ、スペシャリティはあるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。前にもお話をお伺いしてたときに、もともとこう店舗展開をしていたブランドが D2C だったり EC に入っていくというときに、もともと持ってたアセットというか、ブランドとしての資産だったり、そういったところを生かしきれてないんじゃないかみたいなお話もあったかなと思って、その辺で思うところがあれば、その辺もちょっとお伺いできると嬉しいです。そうですね。まあでも、なんかその、まあここはちょっと僕もそのブランディングとかの専門家じゃないんで、
その、まあ、外部の人とかにアドバイスとかもらいながらなんですけど、なんかそのオンラインでこうブランド作っていくっていう、そのなんだろうな、なんかちょっと質問ポイントとずれちゃうかもしれないんですけど、その D2C でその、まあ、単品通販とかもそうなんですけど、そのブランドとしてこう本当にこう残っていくものがどれぐらい5年後10年後も残ってんのか、どれぐらいあるのかなみたいなとこは思うとこはあって、片やなんか、片やじゃ逆方向、逆の視点に振ってみると、まあオンラインだけでそのまあなんかかっこいいクリエイティブを作って、なんかそれがそのまあかっこいいんだけど、あんまりやっぱ売り上げ伸びないみたいな、そのなんか D2C のブランドすごいあまたすごいむちゃくちゃあって、なんかいっぱいあるけどかっこいいけど、なんかまあ最初売れるんだけど、まあなんかすぐにピークアウトして売れなくなるブランドと、片やデジタルマーケティングゴリゴリやって、あのなんだろうな、まあそのゴリ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 やって、その売り上げ伸ばしてんだけど、実質はブランドとしてはあんま価値がなくって、ブランドの資産はこう築かれてなくって、あのまあマーケティングをやめたら、あのまあ急に売り上げが落ちてしまうとか、なんかこう分かんないとこありますよね。だから僕たちが今 D2C として作っている領域あるじゃないですか。なんかいろんなブランド生まれてるじゃないですか。ですね。だからそれがブランドとして本当になんかこう、じゃあもっと長い視点で、まあまあ有名なラグジュアリーブランドとかもありますけど、なんかそういうのに近づいてんのかなっていうのは疑問に思うときありますよね。なるほど。いや、なんか全く何もこう僕たちって実はかすりもしてないかもしれないし、100年続くブランドが D2C 初から出てくるかっていうことなんですかね。そうなんですよね。だからインフルエンサーブランドとかもそうじゃないですか。そうだから意外とこうあんまりこう話題になってないけど、なんか結構地味に結構売れてるなみたいなブランドとかはあって、そうアパレルとかでも、そうですね、でもあんま D2C みたいな売り方はしてないんですけど、まあそのチャンネル的には結構近いんじゃないかなみたいな。ありがとうございます。いや、まさにそのあたりのお話を D2C サミットでも他のスピーカーの方だったりとか参加者の方ともお話しする中で、皆さん、参加される皆さんにとっても発見のある場になるといいなと思ってるんで、そうですね、はい、改めて D2C サミット開催に向けて、まあ、どんな会にしていきたいかですとか、まあ、どういった場になったらいいなと思ってらっしゃるかとか、そうですね、まあ、僕もこう一緒に学べるような、あの参加者もこう登壇者も、まあ、みんな一緒に学べるような場だったらいいですよね。一方通行じゃなくて、まあ、答えがある領域ではないと思うんで、まあ、僕もすごい模索しながらこうやってきてますし、まあ、そういう新しい気づきの場になればいいなと思いますね。ありがとうございます。10月5日6日はリアルの皆さんお会いできたらと思ってますので、はい、ぜひ一方通行だけでなくですね、皆さんいろいろ話できる場になったらいいなと思います。改めて今日は清岡社長、ありがとうございました。